それにしてもハンちゃん、白蓮戦では大活躍だったでごすな。え、そうか。ゴスゴス。へ、まだまだだよ。すごす。あんなすげえ奴らがいるならもっと頑張んないと。確かにゴス。次の相手は衛星学園でごすな。エースは木山達也、もう一人のフォワードはキラヒロトでごす。予選大会の得点王だな。それにしてもキラヒロト、なんかちょっと怖いでごす。もうすぐライモン戦だ。一つ一つの練習を大事にしていこう。ああ、初出場で決勝大会まで来たんだ。初優勝もある。俺たちいいチームになってる。何するんだいきなり。お日様園の夢。さあ、皆さんはすでにゼウス中と白蓮中に勝利しました。パチパチパチ、おめでとうございます。そして皆さんの次なる相手は衛星学園です。はい、衛星学園は歴史あるキラ財閥によって作られた学校です。理事長のキラ誠二郎さんは教育や社会奉仕にすっごく熱心みたいですね。サッカー部の監督を務めているのは娘のひとみこさんです。このサッカー部は出来たてほやほやなんですよ。そう、にもかかわらず決勝大会に進みました。その立役者の一人がドン、あ、ダン、ダン、あ、なんで私のマルヒコレクション出させるんですか。ダン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 、ほらダン。そう、これ彼こそが衛星の機構士木山達也、キャプテンでもあります。強そうなオーラ漂ってますね。彼らはキラ財閥が運営するお日様園という施設で育ったんです。お日様園、身寄りがないってことですか。ええ、その通りです。ただ一人を除いてね。一人だけ違うんですか。はい、木山達也が光だとしたら、もう一人の注目選手は闇とも言える存在。その名はキラ・ヒロト、キラ財閥の御曹司です。確か予選大会の得点王ですよね。ええ、とはいえ真の得点王とは言えませんね。どういうことですか。それはですね、ドン、あっ、ちょっと格下の弱いチームの時にボッコボコにするんですよね。おれ、2試合で10点以上上げてます。それにこんなこともかせおキラヒロトがボールを奪った。ゴール、お前じゃ入らなかった。俺に感謝するんだな。なぜ俺が決められるか教えてやるよ。それはゴッドストライク、ちょっと返して。問題ありな人ですね。学校に行ってないとか、友達は悪ばっかりとか、良くない噂はいろいろあります。だがプレイ自体はすごいな。ええー、彼こそが次の試合の鍵を握る選手でしょう。キラヒロトか。ヒロト、いい加減にしろ。来んじゃねえよ。どうして練習に参加しない。俺たちは真剣にフットボールフロンティアを戦ってるんだ。いいじゃねえか、勝ち抜いてんだから。今度の敵のライモンはこれまでにない強敵だ。お前の力がいる。何を言い出すかと思えば、エースの木山達也さんの発言とは思えませんね。衛星学園として全力を出したいんだ。フットボールフロンティア優勝はお日様園で育った俺たちの夢なんだ。その通りだ。私たちが夢を追いかけられるようにって、ひとみこ先生がサッカー部を作ってくれた。
そのおかげで俺たちサッカーができるようになったんだ。だから勝つしかねえだろ。フットボールフロンティア決勝大会ごっこだって現実になったんだ。優勝だって夢じゃない。夢の舞台に立つことは叶った。だけどやるからには勝ちたい。優勝を目指したいんだ。ヒロト、お前の力を貸してくれ。俺はな、お前たちの目が気に食わねえんだよ。人を蔑むようなその目がな。なんだと？お前の心が歪んでいるからそう見えるだけだろ。誰も蔑んでなんかいない。わからないのかヒロト。そろそろ飽きてきたんだよな、サッカー。逃げるのか。学園長だってきっと期待してる。ヒロトがチームに入ったからには。期待なんかしちゃいねえよ。どうせお前らみたいな真っ当な奴らと組ませて更生させようってとこだろ。またその目か。全然変わんねえな、あん時から。では皆さん、また新たな技を身につけてもらいますよ。はい。あの、なんです五神くん。俺立候補させてくれよ。まだ一個も必殺技ないんだよ。お、そういえば考えてる技ならもうあんだよ。島にいた頃から思い描いていた必殺技、ファイヤーレモネードだ。ファイヤートルネードに炭酸の爆発力を加えたイメージだな。ああ、ゴージンさん、もう完全にレモネード方向なんですね。なんならグラビティケーキでもかき氷の矢でもかき氷屋でも。やばいです、全部やばいです。どう考えても却下ね。あ、ちょっと待った。俺も必殺技が欲しいです、お願いします。え、キャプテンも。そうか、二人とも必殺技誕生の波に乗っていなかったのか。おい、わかりました。そういうことでしたら特訓しましょう。二人の連携技を。え、あんなやついない方がいい。もう気にするな。バカ息子はバカ息子だ。お日様へのメンバーだけでやった方がいい。でもライモンは今までの相手より手強いはず。勝つためにはヤツの力も必要だな。達也はどうなんだ。あいつはヒロトの実力を一番認めてるのかもしれないな。達也は何か知ってる気がする。え、私たちの知らないヒロトさんの何かを。お父さん、たまにはサッカー部の報告に目を通してください。すべてお前に任せている。それは分かっていますが。達也はどうだ。しっかり頑張ってます。そうか。ヒロト、気にしてるんでしょ。お父さんが一度も予選を見に来なかったこと。でもね。関係ねえ。片付けてくれ。まあ、これ何百万円もする。ヒロト様、お怪我はありませんか。決まってこないと。
全てはお前のためだった。でも負けちまった。俺がサッカーをする意味なんてもうない、ないはずなんだ。でも内緒でごしゅん、ごしゅん、ちょ、待て、ここだ。あれ、連携技の特訓？どういう連携なんだ？理解しがたい。達也はまたヒロトを呼びに行ったのか。去る者は追わず、来る者は拒まずでいいのにな。待てって、次の試合勝つためにはやはりお前の力が必要なんだ。気楽なもんだな、期待されてるやつは。期待？学園長にか？親父から期待されてるやつには分かんねえよ。何も何一つな。分かるよ、父さんのことなら俺だって分かるさ。父さん？父さんから愛されてるのは俺じゃない。はあ？本当に愛されてるのはヒロト、お前だよ。適当なこと言ってんじゃねえよ。適当なんかじゃない。お前行ったことあるか？父さんの執務室の奥の部屋。奥の部屋？失礼します。父さん、どうしたの？薬を向こうの机に。はい。すまんな。いえ、お前がいてくれてよかったよ。あ、大丈夫ですか？ああ、すまん。大丈夫だ。達也は将来キラのビジネスを支える人間になるんだぞ。こうして私を支えているようにキラを支えてくれ。はい。あの家には数千万もする絵が何枚も飾ってあるのに、父さんしか入らない奥の部屋にはたった一枚、ヒロト、お前の絵だけが飾られてた。俺の絵が？俺にはわかる。父さんに本当に愛されてるのはお前だ。俺はフットボールフロンティアで優勝する、それが夢だ。これは父さんとひとみこ監督が与えてくれたチャンスなんだ。だから何があったって立ち止まったりしない、ヒロト。お前がいなくたってな。やはり来ないか、達也。行くぞ。おう！得点王の不在、衛星学園にとっては痛いですね。それはどうかな。彼はもともとチームに馴染んでいないからね。今回は見ものだよ。フットボールフロンティア本戦3回戦、ライモン中対衛星学園です。宇宙最高のおもてなし、エイリアン航空は衛星学園を応援しています。衛星学園のメンバーには得点王キラ・ヒロトがいません。今日は衛星の貴公子木山達也が前線を担うことになります。キラ・ヒロトがいないということはやはり有利なんですよね。うんうん、当たり前だろ。俺たちにとってチャンスですね、うん、いる方がプラスか、いない方がプラスか、どちらでしょうね。ヒロト、お前がいなくても俺は前に進む。それが俺の父さんへの恩返しだから。
お前を待ってはいられない。ライモン中からキックオフです。早く攻め込んでこい。ガイアトルネード。何？もっとだ。好きなだけ撃ってこい。あのキーパーは？サギ沼治。相手を煽るのが彼のスタイルだと言われてるみたい。いけこの程度ではまだまだ物足りないぞ。ヒロトがいなくたって負けるわけにはいかない。流星ブレード。衛星学園早速一点を返した。木山達也、気迫がみなぎっています。ガッシュ。やってやる。撃たせろ。全身で止めてやる。しゃあ、俺たちの力を見せてやろうじゃねえか。必殺技か。まだ一度も成功してないんだぞ。特訓にかけた情熱は裏切らねえ。俺たちなら絶対にやれる。行くか。はっ。ああ。フラッシュバンク。はっ。ゴールじゃねえ。さあ、なんとかなりました。なんでお前が、あっさり連携したんじゃ。ごめんなさい、なんか勢いで。おっと、木山達也どうしたのでしょうか。父さんから愛されてるのは俺じゃない。父さんに本当に愛されてるのはお前だ。ねえ、いつかさ、フットボールフロンティア一緒に出てさ、そんで日本一目指そうよ。